目黒連、トリリオンゲーム、終了で、引っ張りだこ、もうストップ、自粛ムードと重なる不運で思い出される、漁師、の夢。日曜劇場、ビバン、TBS 系、の圧倒的、大勝利、で終わった2023年の夏ドラマ。他に平均世帯視聴率で2桁台に到達する作品はなく、相変わらず地上波放送は苦戦を強いられている状況だが、注目作品は多かった。初めて単独でゴールデン帯連続ドラマの主演を、スノーマンの目黒蓮が務めた、トリリオンゲーム、TBS 系、も、その一つだ。7月中旬には本誌も2回、目黒が同作のロケに臨んでいる姿を目撃している。記録的な猛暑になった今夏だが、高い気温の中、スーツ姿で撮影に挑む目黒は時折、険しい表情を見せた。主演の目黒さんに加え、ヒロインにはこちらも人気女優の今田美桜さんが起用され、放送前から話題でしたが、視聴率は第1話を超えることができないまま、最終話となりました。